はい、どうもこんにちは。今回ですね、ザラの買ってよかったものをご紹介していきたいと思います。本当に私ザラが好きでですね、本当にもう買いすぎてしまうというぐらい、よくザラを買っていまして、その中でも買ってよかったなと思うものをご紹介していきたいと思います。個人的なイメージなんですけども、やっぱりザラに店舗に行くとレディースの方がですね、フロアが広くてアイテムも多かったりすることが多くてですね、最近はレディースの大きめのサイズなので可愛いのがないか探すことが多いです。結構ねレディースの方がデザインとか可愛かったりして、いいなと思うものが多いので、皆さんもよかったらチェックしてみてください。では早速いきましょう。はい、こちらジオメトリックプリントシャツですね。こちら白地にゴールドのラインが入っておりまして、裏面がこんな感じになっています。まあね、全体的にちょっと強めな柄なんですけども、高見えするかなということで、購入いたしました。素材感もですね、さらっとしていまして、とても着心地が良いです。はい、着てみるとこんな感じです。いかがでしょうか？この柄めっちゃ可愛くないですか？最近このシャツ着すぎて、めっちゃシワになっているのが申し訳ないです。でも本当にね、何でも合わせやすくて、柄も可愛いので、ぜひぜひ皆さんも着てみてください。ベルトはね、OY のベルトで合わせてるんで、結構韓国っぽくはなってるかと思うんですけども、あんまり OY のベルトとかアクセサリーしてる人を見かけなくてですね、たまに見るとすごい仲間意識が湧いて、個人的に内心親近感感じてます。はい、こちらですね、テーラードボタンブレザーですね。こちらレディースの商品になってまして、サイズは L です。私結構肩幅あるんですが、 L を着て、まあ、ちょうどちょっと大きいぐらいかなというところで、もうちょっとですね大きいのがいいというのは XL とかでもいいかもしれないです。この赤の色味がね、ビビッドな赤色すぎず落ち着いたワインレッドの色なので可愛いなと思って購入しました。こちらですねセールになっておりまして、値段がだいたい3000円ぐらいで購入したと思います。はい、着てみるとこんな感じです。色味がですね、鮮やかな赤じゃなくてワインレッドなので落ち着いた色味になってまして、まあ、大人っぽく着れるかなというところです。このジャケットのコーデってなんかこう BTS 感ありますよね。はい、こちらコントラストコーデュロイボンバージャケットですね。生地がコーデュロイになっていまして、裏面がこんな感じです。まあ、このね黒と白のコントラスト具合が可愛いなと思って購入しました。サイズは M です。値段は4000円ぐらいだったかと思います。結構ね生地も分厚いので、こちらも高級感があって高見えするんじゃないかなと思います。このね肩のねラインがとても可愛いなと思って購入しました。着てみるとこんな感じです。色合いがモノトーンなので、まあ、こちらも落ち着いた感じで着れるかなというところです。生地がですねコーデュロイになってますんで、ちょっと分厚くて、まあ、冬の寒さにも耐えれる暑さかなと思います。後ろはこんな感じです。こちらコントラストハイカットスニーカーですね。こちらもレディースの商品なんですが、サイズの大きい43ですかね、 27.3 を購入いたしました。私靴のサイズがだいたい 26.5 から27センチなんですけども、 27.3 センチでちょうどぐらいでした。こういうねソックススニーカーって最近流行ってるんでね、可愛いかなと思います。後ろはこんな感じです。ちょっとね厚底になっているので、身長にがちょっと漏れるかなとも思います。はい、こちらジップ付きレザーブーティーですね。スウェード調のショートブーツとなっておりまして、色合いがとってもいい感じの色だったので購入しました。まあね、これのブーツは何でも合わせやすいんじゃないかなというところですね。はい、以上でザラの購入品紹介となります。ザラの中でおすすめの商品とかおしゃれな服とかありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。本当にザラはですね、私週1で店舗に見に行って、まあ、ディスプレイがよく変わっているので見たりしてよく行くぐらい本当に好きで、また今後もいい商品が見つかったらちょっとご紹介していきたいなと思いますので、チャンネル登録と高評価の方をいただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。